ミキです。今日はですね、家に TBS ラジオからあるものが届いて、それをちょっとまだ開けてないんで開けてみようと思うんですけれども、ちょっとその前に説明をすると、キキカイカイ、古くはキキカイカイ明快時点っていう、名前の番組、ポッドキャストの番組がありまして、もののあはれの玉置周慶さんという方と、ドスモノスのタイタンさんというラッパーの方が、2人でやってる番組です。で、音楽から文学から、映画のようなコンテンツからっていうようなお話を、2人の目線でいろいろかなり深く読み込んで話されていて、で、かつその2人が仲のいい2人がわー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 言いながら、なんかその時にはちょっと言い争ったりしてドタバタやってる感じがすごく好きで聞いております。なかなかちょっと言語化難しいんですけれども、もうめちゃくちゃ爆笑しながら聞いてるんですけど、でその番組が面白いということで、書籍を出されたりして、あとはアニメをやられたりしている中で、次のステップとして地上波のラジオ番組を持たされて、いるんですね今。でそれがこの納刀という番組になるんですけれども、なんかこの納刀で納刀王という企画がありまして、58秒間で音声で何やってもいいから、その面白いものを送ってくださいということで、なんか私もちょっとラジオとかをやってるので、でそのラジオやってる中で、ちょっと話したことがある自分の、小さい頃のトラウマストーリー、おかんの店で小2ぐらいの時に休んでいたら、振り返ったら包丁持ったおっさんが立ってたっていうようなストーリーをちょっとね話させてもらったんですけど、なんかで結果は入賞とかできなかったんですけど、なんかその参加をたたえてなんかね送ってきてくれてるみたいなんで、ちょっと今から開封してみようと思います。 YouTuber っぽいですね。なんか何々してみた、開けてみた、開封動画みたいなね。その割には慣れてないからね、手元を打ち損ねるっていう。はい、じゃあ今初めて開けますね。ドキドキで紙が入ってますね。いただきます。おー、すごい、こんな手紙が入ってました。読み上げると、TBS ラジオの音スタッフです。この度は納刀をステッカープレゼントキャンペーンにご参加いただきありがとうございました。ステッカーをお送りいたしますのでお納めください。今後とも TBS ラジオ並びに納刀をよろしくお願いします、ということです。で、ステッカー、ステッカー入ってますね。納刀のステッカーと納刀のステッカーも入ってますね。めっちゃ嬉しい。やばね、優勝とか、優勝したのは町浦ピンクさんっていう方で、この方はこれから番組を持たせてもらえるようなんですけど、ちょっとね、とんでもない、プロの方でもあったので、なかなかっていう感じだったんですけども、ね、優勝したらね、手話のオリジナルマイク MV7、すっごいいいマイクが手に入るというところだったんで、ポッドキャスターとしてはね、ちょっとぜひ欲しかったんですけれども、ちょっとこんなね、簡易的なマイクで今もやらせてもらってますから、でもなんか、ちょっとね、こういう風なリワードというか、参加を叩いてくれるようなね、ものをいただけると嬉しいですね。みんなが持ってるわけじゃないと思いますし、いや、ちょっとなんか YouTube の方でもぜひ奇奇怪怪の面白さみたいなのはね、紹介していきたいと思いますので、はい、ちょっと楽しみにしていてください。それではまた、ミッキーでした。